局開始はいよろしくお願いしますということで現在15連勝中ですこの連勝をどこまで伸ばせるかということでやっていきたいと思いますはいでまず相手がえっ、ー、とこれは振り飛車か指し車かまだ分かんないあ振り飛車ですねはい中飛車ということでこれは右玉に組んでいきにくいと思うので組んでみる組んでみますか組んでみますか <laughs> 右玉に組んでいこうと思います やっぱね、こう、右玉メインっていう形でやらせていただいているので、まあ、できる限り、右玉に組んでいきたいと思っております。はい、これは交換できるけど、していきますか、とりあえず。交換をして、あ,あおったっとったっ,とっと交換をして、手順に交換しながら、2九飛車で弾けるので、これはいいんじゃないかと思います。ただ、そうですね、桂馬を跳ねて、メジャー風とか、いう形を取ってくる可能性もありますね。 一応まあ端歩もついておいてでここは一応4筋を手厚く受けておきますかこれはそうか2一したから逆襲してこようってことですねまあ普通にシンプルにシンプルにさしてでこれ次に2五歩かれるとくらい取られちゃうのでここで一旦ふげときますかでこれ受けたってことはまあ先ほどの2四歩同歩同飛車からの交換がちょっと損に,なな損にはなるんですけどまあ安全に 人を組むことができたということで、まあ、しょうがないかなっていう感じですかねで相手がちょっとこう、えー、右側に金銀が偏ってるんでこの辺を攻めていきたいですねなのでこんな感じで、まあ、棒金チックに攻めていければなという感じですかねで、まあね、次に、まあ、7九下から7五歩って形で攻めていこうと思います これ一旦きき入れれたいですねそその角その歩突きに対してはこれ同歩同金であれば 2> 2これはもうあるとどうなるんだろう、うんまあ、同歩同金であれば、まあ、8五の歩が受けにくいかなということで,でここで歩突く手に対してはこれシンプルに取っと,取っとくのがいいんですかね、まあ、同桂同桂同桂っていう手もある同桂で同桂にほっとくっていう手もありますかね1 2まあ取って取って歩受けてもいいんですがここで7四歩取り込んでみますか でこれまあ次に七号金とかあと桂馬を拾って七号桂はないかうんな何かしら攻めれそうですね。二三でこの歩突きは取ったらえっと桂馬を打ってくるってことですかまあ八一二うんその桂馬打ちなんですけどこれ飛車一個置いといてどうなるんですかとりあえず一個置くのかわかんないですけどとりあえず一個置いといてまあ桂馬で香車拾っても同角っていう手が手順に一まあ桂五<二> めちゃくちゃ切ってきますねこれ同角ってやると6六6七金って打たれてやですか同と銀ということで,でここで6七金に対してワシャを1個引いておけば一応大丈夫なんじゃないですかねこれ相手が桂馬がないので8七桂っていう手もありませんしで6六金って取ると同角ってやって手順に角がいい位置にいくのでこれはシンプルに。 銀で次に8五歩から8四歩っていう手を狙いにいきたいと思いますでこれでええー、とそうですね、まあ、強,強者を拾う手に対しては桂馬か、まあ、普通に同飛車でいけますしこれも一旦回っておいてこれ桂馬払ってきたらそれも同飛車とやっておいてで次にあとはゆっくり8五歩8四歩をついていければ勝てるんじゃないかと思いますこれはもういいですかね普通に。 でここも角浮いておいて手順に手順にいい位置に駒がいってるのでこれはだいぶ良くなったんじゃないかと思いますで次に、まあ、6七金手引かれると角が受からない、まあ、でも大丈夫だと思うけど、まあ、一応念のため受けておきますかこれで7六桂って打ってくれるのであればいいと思うのではいということでん、えっと、とか勝てることができましたということで16連勝 無事に達成しましたということで検討に入りたいと思いますはいえっと今回後手番ですねまあ相手が中飛車ということでまあ右組に組んでいけないかなということでやってみましたでここでまあ7七角って手が普通なんですが金上がってきたのでここは一歩交換して手順に飛車を引きたいなという形で引いていきましたでまあ7九角って引いてきたのでこれはおそらくまあ4六角から 6筋を狙ってくるんだろうということで早めに銀を上がって形を作りにいきましたでまあ一応8六負荷の逆襲があったのでこれは受けておいて丁寧に受けておいてであと一応このね6筋7筋に金銀が来てちょっとバランスのいい陣形になっているのでその反面まあ3筋4筋が手薄になっているのでそこをとがめにいったって形ですかね でここも、えっと、銀でいくんじゃなくて金でいった方が6筋が、うん、手厚くなるので金でいきました。で普通に歩ついてでこれ同歩であれば同歩同金で、まあ、3六歩って打ってきたら2五金ってこの歩が払えるのでそれは大きいのかなというところですね。なのでまあ角で受けてきましたね。でここで3六歩取り込むと同銀とやってそこで3一車と回ると3五歩と受けられて攻めが途切れ いうこととはないんですけど一三角と上がればただ大駒渡してしまうとこの右翼という陣形はちょっと危ない面があるのでちょっとそれを避けて先に飛車を回りました。でこうついてきて同桂同桂とこれ結構よくある形であの基本的にはこの風に対しては桂でとって同桂の局面がえっと相手が金ゴマとか持っていれば7三銀とかぶち込んでくる手があるんですがこの瞬間相手相手の手番でも他にさす手があんまないと思うんですよね。なので ここは放置しましまでトリフを取り込んでで風突いてきて同歩で桂馬打ちとでまあ飛車を置いておいて強取って同角でこの局面自体はもともとあった自分の桂馬で桂馬打ってきて強車と交換になってるんでそんなにそんな気分はしないですねでも、まあ、あとここで8号の桂馬を拾えれば全部、うん、自分の地にあった駒が持ち駒になってるのでそれはいいんじゃないかなっていう感じで。 で角を切ってきたんですが同角打ってやると6七金と打たれて飛、まあ、下引いたら角取って同銀に2二角みたいな手があったのでここも丁寧に同銀とやってで金打ってきて下引いて香、うん、打ってきて銀上がってで金へ張って下回ってこんな感じですかねでここで次に何もしないと4三金と引いてきて角を積ませにくるっていう形だったので、まあ、この瞬間2六歩と突いても良かったとは思うんですが、まあね、念のため ついたか念のためまあ収ま上がって受けましたうんただからこれ投了という形ですねそうですねもう以下はもう例えば3四桂って打ってきたらそれこそ8五歩でと取り込んで、まあ、次に8六歩ついてとかもどうやってもいい感じではあったので、まあ、2五桂打ってまあ三七歩成からもう一回3六歩打ったりしてどどうやっても攻めれたのであとここではまあ 3、4、K には2、1、射っていう手もありますしね。ここはもうだいぶ良くなったんじゃないかなっていう形で。でも相手がもう逆転の余地がないということで投了となりました。はい。というわけで、無事に、えっと、16連勝ですね、することができましたので、今後も、もっともっと連勝を積み重ねていきたいと思います。はい。ということで、これがどこまで、この16連勝がどこまで続くのかですね、見ていただければと思います。では、ここまで見ていただいてありがとうございました。 それじゃあ、またの、また次の投稿も見ていただければと思います。はい。ということでですね、えっと、チャンネル登録とか、グッドボタンとかですね、押していただけると、私のモチベーションがグイグイっと上がってきますので、よろしければ、よろしくお願いいたします。ということで、失礼いたします。バイバイ。